コンコンコン、キツネさん。はいはーい。さあ、それでは早速、やっていきますかね。初めてエプロン購入しました。見て、クックメン、コックマンかな、クックマンだと思う。ここ結構洋服もや、いいの出してて、今日全部クックマンになっちゃった。 T シャツクックマン。ただこれ、僕エプロン初心者なのに白買っちゃったんだよね。絶対汚れるじゃん。ピン目からでも汚れるの嫌じゃん。だから今回エプロンがおそらく汚れないで済む。そしてお弁当に入れられるおかず。今回挑戦するのは、ポテトサラダ。今回はポテトサラダやってみたいと思います。想像がつかんぜ。あ、みんな気になってた、これこれ見て、大量のキュウリ。知り合いの農家の方から美味しいキュウリ取れたのでっていうことでいただきました。ありがとうございます。さあ今回このキュウリをね、ポテトサラダに入れたいと思います。行ってみっか、とりあえずやってみっか。よしよし、なんとなくだよ。まずじゃがいもホクホクにしないといけないでしょ。じゃがいもホクホクにするには温めるよね。お湯で熱したいと思います。あ、改めましてこちらの企画、まあ、僕がですね、息子のあのお弁当のために、奮闘します。お弁当の弁当、そして奮闘機かけまして、弁当機。お弁当は定番でしょう、ポテトサラダね。大体入ってた気がする。ただ全く想像がつかねえんだけど。そうか、きゅうりは温めないよね。ポテトサラダでしょ。きゅうりどうやって入ってるっけね。いった、シンプルイズベスト。うわぁ、分厚。これどうやったらすごい薄く切れるんだろう。まあ、いっか、絶対2本いらなかったね。失敗した。お、やばい、そうこうしてるうちに沸騰してきた。じゃがいもはなんかさ、芽を取らなきゃいけないとかってあるじゃない。なんかそれ家庭科の授業で聞いた気がするんだけど、見ちゃう。さあこれで何分ぐらいだろうね。卵は水から11分で、ゆで卵っていうのはね、知ってるの。だから、まあ、11分でいいか。今から11分。な、な、中尾さんさん、秋吉さんさん、きつねさんさん、な、な、中尾さんさん、秋吉さんさん。あー、もう全然薄く切るって難しいね。きつねさんさん、な、な、中尾さんさん、秋吉さんさん、きつねさんさん、な、な、中尾さんさん。あ、じゃがいもってさ、このまんまじゃダメだよね、多分。塩茹での方が絶対美味しいよね。じゃがバター塩茹で。ん？じゃが、ちょっときゅうり余っちゃったか。うまっ。カッパじゃーんって思ったでしょ。絶対思ったでしょ。どうなんだろう、もういいんじゃない。硬いな、全然硬いな。こっちで炒めつつ、ベーコンも炒めよう。ベーコンもいいか、ちぎっちゃう。ダメか。よし、いいぞ。こう思ったのに、表裏逆かもまな板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 。これを軽く、よっしゃ。全然硬いんだけど。何分？11分経ったよ。いや、大丈夫っしょ。おお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 
騒がしいぜ、流しが騒がしいぜ、我が家の流しただになるご迷惑をおかけし、少々静かめにやっていただきます。それいきますよ。あれは出してる。おーおーおお。あ、でもぽいよ、ぽいよ。いい感じよ。これをザックザックしたい場合は、いいか。なんかダメそう。いいか。これはもう、ダメか。あ、ダメか。私、中尾明義、人生初めての出ましたね、人生初めてのポテトサラダできました。それがこちらです。それでは早速いただきたいと思います。まだゴリゴリするし、ベーコンうまっ、プリンうまっ、じゃがいもまずどうでしょう。調べてもいいんだけど、なんか悔しいじゃん。いや、ちょっと一回、もしもし、もし、あのさ、ポテトサラダの作り方教えてくんない？ポテトサラダ、うん、ダメだよ、想像なんかダメだよ一緒になっちゃうじゃん。やばい、ふかすっていうのは茹でるってことでいいんだよね。茹でるってことで、うんうん。どれぐらい茹でたら柔らかくなるの？スマイルでじゃあ刺さるぐらいかな。いや、それだいぶやったけど刺さんないんだよだいぶやったけど刺さらない場合は、うん、レンジでチンするんじゃない？レンジでチンレンジでチェーン、オッケー。味付けは、うん、塩コショウとかマヨネーズとか、うん、塩コショウ、あ、マヨネーズ、うん、子が食べる場合はコショウはいらないかもしれない。あ、コショウはなしでマヨネーズと塩だけでもいい。それで完成。あ、ベーコンは味が付いてるから大丈夫かなじゃあちゃんと聞いてんの、本当に本当にこれ本当に大丈夫なの。それでありがとうございます。健闘を祈る？なんか言葉のチョイスが古いんだよな。YouTube 若い子見てるからさ、あんな健闘が祈るとか言われても、ちょっとダサいチャンネルになっちゃうんだよな。じゃあね。はいはい。こいつ絶対ふざけてただろう。でも兄弟ってこんなもんだよね。ほんと絶対ふざけてたと思う。丸乗りだと思うけど、言われた通りやるしかないからやります。兄貴のアドバイスなのか、兄貴の奥さんのアドバイスなのかは、ちょっとわからないんですけれども、挑戦したいと思います。はい。今作ってるからちょっと待ってね、ポテトサラダ。でもさ、さっきの兄貴が言ってたレシピが正解なら、超簡単だよね。じゃがいもを潰す腕力と、きゅうりをそこそこ切れれば、そこにマヨネーズと塩、それで、混ぜたら完成ってことでしょ。むちゃくちゃ簡単じゃない？やっとこうきんぴらごぼうまで行って、あ、難しいのチャレンジしたね、おふくろの味だねっていうところから、めちゃくちゃ簡単なポテトサラダに降格しちゃダメだよねこれね。 あとあれだ、きんぴらごぼうの編集はよしき D なのであれなんですけど、まあ、かっこいいあの弁当機みたいなシャッ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 みたいなのが出来上がっ
って舞い上がったんでしょうね。あのセカンドチャレンジのトゥースになってましたね。トゥースチャレンジになってましたね。あれはもう本当にあの一緒にやっている仲間として、お詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。いや二人ともね学歴がなんせだからあのテロップ入れても本当誤字脱字がちょいちょい多いんですよ。中をまたやっちゃってるよっていう広い心でちょっと見ていただけたらなと思います。でも俺もあのセカンドトゥース、まあ、びっくりした。セカンドをトゥースって書くんだと思う。ポーズフィッ、今何分ぐらいだろう。全然硬いもんだって。全然温まる気配ないもん。チンスター、右に濡らすっつってたけど、あっちエプロンってこれさ、俺持ったんだけど、これこれでいいのかな。ここで結ぶんで合ってんのかな。どうなんだ。わあすごいすごい、あサクサクかも。これをあっち、これどうすりゃいいんだよ。あっち、あっち、これポテトサラダ作ってるお母さん命がけだぞ。飛ばし、あキツネさん、あっちいね。でもマヨネーズって言ったよな。命がけだよこれ。よしようか。そこに、いやキュウリの存在感が強すぎるな。バイプレイヤーでいてくれないと困るんだよね。主張がすげえな。ベーコン、お、でもいいんじゃねえか。できました。ポテトサラダセカンドチャレンジ、さあ早速いただきたいと思います。兄貴のアドバイス、あれは真面目だったのだろうか。うんうん、美味しい。だいぶキュウリでかいけど美味しい。うん、ゲームしてる坊や、素直な感想でいいからね。いつも美味しいって言わせてる疑惑出てるから、パパ。美味しい。いや、早いでしょ。本当？本当に？これお弁当入ってたら嬉しい。どう？やったぞー。キツネさん、ポテトサラダを覚えたぞー。さあ、なんとかね。命がけだったけど、ポテトサラダ作り、無事完成しました。そしていつもコメントくれる皆さん、本当にありがとうございます。また改めてこの動画にも、次はこんなレシピやってよとか何でもいいので、コメントください。そしていいねボタンの方もよろしくお願いします。そしてチャンネル登録も、これからも引き続き多くの方がしてくれたら嬉しいと思っています。最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあねー。な、な、中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、な、な、中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、キツネさん。